通知まだ来ない。あ、まだ来ませんよ、多分。うん。先配信始めててって言ってたから、ちょっとお待ちいただくことになります。ごめんね、みんな。ワンちゃん15分過ぎになるかもしれないけど、まあ、申請出しときます。よいしょ。私ずっと髪ま、ずっと髪巻いてる。ずっと練習してるんですよ。よいしょ。こんばんは。今日は花江とのコラボ配信なので、ちょっとお待ちください。ねえ、何しても、見てほしい。ねえ、何してもさ、ストレートになるんだけど、どういうこと？あ、これを、巻くことになった。ちょっと、もうちょっと頑張ってみるね。ちょっと、巻いてる。頑張ってる、今。ごめんね。ごめんね、なんか、早く花には見たいよって思うと思うけど、ごめんなさい。磯部ですみません。磯部だけで。少々お待ちください。明日何時から配信しようかなと思ってて。でも本当に早朝になると思います。私も早く起きれるように頑張るし。みんな明日の朝、明日も仕事だよっていう人いますか？仕事だよっていう人いらっしゃいますか？頑張ろうね。頑張ろうねっていうか頑張ってね、本当に。私は、なんだろう。丸取りさんに出演するので、ベルニャンは多分ありません。はい。お仕事いらっしゃる、頑張ろうね、頑張ろうね、頑張ろうね。私も丸鳥さん、ちゃんと生放送だとさ、本当に緊張するから頑張ります。そうだね、明日柏崎もありますね。そうですね、そうなんですよ。私は出演しないんですけど、もし行かれる方は楽しんできてください。仕事です。ファイトなり、ファイトなり、それはファイト、ファイト、頑張るわ、頑張るわ。丸鳥さんどれくらいぶり？ですね、結構久々かもしれない。なんか、前回が本当に9月とかだった気がするから、そう。本当に久々です。嬉しい。9月ぶりの出演かな？ありがとうございます。こんばんは。私はここにいるので、ある！ありがとう。お、行く？お、楽しんでね。私も行きたかったけど。生放送頑張ります。みんな見たらちゃんとスクショしてね。イソベルは。え、これさ、本当に花江ちゃんとコラボ配信できるかな？ずっとルア一人だったらごめんね。ちゃんとできるといいんだけど。それは、どうかな。ちょっと私だけだったらちょっと企画を考えますね。あった。こんばんは。ふなにゃん、お忙しいかな。ね。地元なので、あ、え、柏崎の風の陣ってテレビでやるんですか？え、テレビなの？あれって。ちょっと目的は別で柏崎風の陣に行くよって。あ、そうなんですね。他の方ですか？コーティシーさんとかもね、そう、出られるようで。あ、ベルちゃんの番組、ありがとう。そう、コーティシーさん。花江ちゃんと仲いいのもちろん、同期ですんで。花にゃん。でも最近はちょっとお話、会ってないかもしれない、最近。そう、だからこそ。
配信で久しぶりってやる。いちごのグミ食べて待って。録画してある！ありがとう！嬉しい！録画したよって人いますか？丸取りさん、下の。いただきます。ちなみに、友達にも宣伝してきました。土曜日出るからよろしくねって。そしたら、わあ、その時、お家にいないやって言われて、録画しとくねって言ってくれた。録画した！ありがとう！当たり前！ありがとうね！嬉しい！ありがとうございます。あれ、明日よろしくお願いします。頑張る。頑張るね。もちろんありがとう。ありがとう、録画。ありがとう、ありがとう。ね、いつだろうね。ごめん。え、なんか私、なんかしといた方がいいかな。花江とのエピソードとか話しといた方がいいかな、これ。ね、待ってる方いらっしゃいますよね。すいません。もしかしたら、花江ちゃんのファンの方もしかしたら、こちらで見てくださっているかもしれない。どうしよう、なんか喋っておこう。どうしよう。そうだよね、いらっしゃるよね。花江ちゃんとはもう本当に、オーディションの時からの付き合いなので。今日の笑い声おかしい！そう、もう、本当に、ずーっと。今日のぬいぬい、今日のぬいぬいはじゃあ、起き上がりこぼしで、はい。ぬいぐるみじゃないんですけど、ちょっとぬいぬい、ちょっとなんか、今日の、コツコツって感じなんですけど、起き上がりこぼして、はい。花江にも聞こう、今日。今日のぬいぬいは、って。笑顔のお花咲いたよ。爪痕ガリッとね。おぉーって急すぎてびっくりした。めっちゃお待たせでした。やっほー。ねえ、お待たせしました。嬉しい。うん、ごめんね。何だよ。久しぶりっていうか、うちルアちゃんとコラボ配信したことあったっけ？ない！初めて！初めて？テロップ書いていい？ちょっと待って、花へ通って。テロップ書く。書こう。めっちゃ縦なんだね。そう、コラボ配信の機能あんまり使ったことない。花江はコラボ自体はしたことある？コラボ自体は、なんか一緒に、隣に行って一緒にやるコラボしかしたことない。あ、ユーナとしてた、それもしかして。そう、ユーナちゃんとかしたけど、この画面あんまり見た記憶ない。ってことは初めて？初めて、あ、待って、一回だけね、これもゆうなちゃんなんだけど、通話の記念配信みたいなので、コラボしたんだけど、本当に初期の頃。してたね！なんだっけ。ごめん、見つけたんですね、ごめんね。本当にやばかったけど、あれ以来ぐらいのコラボの人生を作ってる。懐かしい！ツアーのやつでしょ。そう。懐かしい。ね、懐かしいね。あの時結構さ、まだ配信慣れをさ、誰もしてなかったね。そう、本当にショールーム始まったばっかで、ツアーの配信もやりますって言われて、うん、どうなるんだろうっていう感じだった。そうだよね。今何のお話してた？何のお話？普通に待ってた。待ってた？ごめん。全然いいよ。全然。ごめん、めっちゃ押した。急すぎてさ、なんか、今から始めるねとかさ、あるかと思ったら、急になんか横にバーンって現れたから。ごめん。全然ありがとうね。よかった。確かに。そう、さっき、
やばいから、時間やばいと思って連絡をしたんですけど、そこでまた連絡するって言ってしないでいきなり、なんか、通知が来てたの。コラボ配信のリクエストが来てますみたいなのが来てて、わかんないからとりあえず押してみたら、そのまま始まっちゃった。あ、そうなの？だって、それは急だね。なんか、使い方がわからなすぎて、普通に始めてからコラボを申請すればいいのかとかわかんなくて、探したらなんか、あ、なんか開始しますかってなっちゃって、あ、もう始まるのかもしれない。急だったね。めっちゃ急だった。でもなんかでも直前に話してたのは、花江ちゃんとはもうオーディションの時からずっと出ますって言ってた。うん、なんか、オーディションで話したメンバーが、うん、多分ルアちゃんしかいない。そう！私だけなんです！あ、でも、ゆうはちゃんは見た。見たは見た。あ、見た。けど、そう。めっちゃポニーテールが印象的で覚えてるけど、うん、他は、だってもう、本当に申し訳ないけど、合格してから、あ、こういう子もいたんだ。そうそう、え、ルアもルアもルアも。だってさ、私たちさ、その、候補生の最初たちが、座ってるじゃん。うんうん。一番前にいたからこそさ、誰の顔も見れなかったじゃん。うん、ね。え、そう。そうだよね。そう、誰にも話しかけられない中、ルアちゃんは話しかけてくれたから、もう自分からなんて話しかけられない状況で話しかけてくれたから、ちょっと緊張がほぐれて、めっちゃ覚えてる。よかった。なんかダンス、そう。でなんか話しかけた気がする。なんか、大丈夫って声かけてくれたような気がする。そう、確かそうだった。その時の曲、あんまりないけど、マジ？多分踊れてなかったから気づいてくれたのかなって気がする。なんか、確か私はその、たまたま隣に、うん。行って、そう、なんか、テーブルも同じだったから、うん、そう、話しかけてみようと思って。思ったよりも、こんな声で、こんな声だった。わかる。そう。でも今日さ、声違くない？そんなことない。今日そんなことない、な気がする。枯れた半分。枯れた？歌ってきたの？でもそう、なんか声が、うん、あ、そんな声されてるんだって最初に声を発した時にびっくりされる。だいたい初めてだった。そうそう、なんか、見た目と結構、見た目よりも声がふわふわしてるかも。本当に？うん。ギャップギャップ。なんかさ、うん、今日、夕方に配信してたんだけど、その時に、うん、あっち向いてホイをルーちゃんがやりたいって言った。そう！言ったの！で、うん、あっち向いてホイできるのかなと思って。うん。ね、めっちゃ時差やばいけど。そうだよね。でもその自分を信じて後出しをしなければなんとかなるんだよね。おー、分かった。やってみる？やってみる？いつぶりのあっち向いてほい、小学生ぶりぐらいの気がする。そのくらいだよね。やらないの？普段はやらない。やらない。じゃあなんだろう、うん。じゃあ、ね。ほいってやって。ん？ん？あっち向いてほいってやって。うん。当たったら、じゃあ、それで勝ち負け決めよう。もう一回で。一回決めるっていうか。そう。ちょっと一回やってみよう。やってみよう。できるかわかんないけど、やってみよう。多分大丈夫。いくよ。うん。せーの！最初はじゃあ、じゃんけんぽい！ああ！はい、こうですよ！一緒！大かな！いきます。はい、あっち向いてほい。あー、当たんない。よしよしよし、いくよ。せーの、最初はグッジャンキンポイ。あー、当たんない。よ、あっち向いてほい。あー、当たんない。全然。よしよしよし、いくよ。せーの、最初はグッジャンキンポイ。え、なんでだ。弱すぎ。いや、いいよ。あっち向いてほい。あー、当たんない。待って、なんでかわかんないけど、ジャンキン今日だけ強い。なんで？だってこんなにさ、つまんないことあるか？ごめん、なんかジャンキン鬼弱いんだけど。ごめん、
私がただ単に負けただけなんだけど、ごめんなさい。接戦でもなくごめんなさい。罰ゲームとか言われてんだけど、みんなに。あ、そうだ、待って。あのね、なんか猫耳をつけてほしいっていう、あのコメントが、うちのとコラボ配信の時につけてっていうコメントが来てて、うん、それはですね、ぜひルアニャーにやってもらうしかない。ねえ、やだねえ、ほんとにやだ。てか、猫耳今ないし。そうだよね、でもないよね、いきなり言っても。あ、この猫をスクショする。ちょうどいい。なんていうの？スクショタイムですよ、皆さん。猫です。え、なんかさ、今日髪かわいい。え、ありがとう。そう、さっきね、配信で巻いてたんだよね。全然巻いてない。なんかリボンかなんかついてる？あ、蝶々がついてんの。あ、かわいい。ありがとう。なんていうのかな。逆に今日ね、配信で髪巻こうとして失敗した。あ、失敗した失敗した癖が残っている。ああ、え、わかる。なんか失敗するとさ、なんかさ、ストレートじゃなくて、ちょっと、おにゃってなるよね。え、そう。まっすぐに頑張って戻そうって何回もやったのに、もう、無理だった。直んなかった。わかる、何、なんて言うかな、ね、ルアニャン。ルアニャン、今一人にゃん。だから、ルアニャン、飼ってくれないかにゃん。うわー、怖い皆さん聞きました？合ってる声で。ハナに合ってますか？どうですか？判定大丈夫ですか？あざとい。めちゃめちゃ、もう毎週やるしかないと思う。やだ、毎週わかんねえ。もうね、ハナにゃんは冬眠しに行ってしまったから、しばらくもうね、出るよってないから。でもさ、もうちょっと夏なんだけど、冬眠してるの、まだ。うん。季節関係ない。季節関係ない。夏でもしっかり洞窟の中でこうやって寝てるから。あらららら。あと、ハナニャンじゃなくて、なんだっけ、なんか、タヌキとかもあるよね、ハナニャン。タヌキ？タヌキ、なんか、おしゃべり会でさ、つけてなんか、なんだっけレッサーパンダ。レッサーパンダそれ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 。あれね、レッサーパンダ。うん、そう、なんか、着ぐるみでレッサーパンダの思ってて、なんか、でも、顔のところはレッサーパンダだし、尻尾もちゃんとあるんだけど、体だけ見たらただの真っ黒。本当に配信で来た時に頭がこうやって切れてて、うん、何にもわかんないし、ここ真っ黒で、わけわかんないことがある。結構前に。そういうレッサーパンダ。ごめん、充電が切れる。ちょっと待って。待って、それは大変。ちょっと、今すぐ充電頑張って。ちょっと待って。よし。すごい。あわあわしてますね、花井さん。お、いけた。よかった。ちょうど刺しててよかった、充電器。よかった。危ない。危ない。よかった、よかった。タヌキ。タヌキ。レッサーパンダだったな。でもよくアライグマとレッサーパンダがわかんなくなるっていう人いる。え、ハルチュンにもさ、レッサーパンダ貸してたくない、うん、なんか。うん、そう。貸してたよね。レッサーパンダ。なんか、うん、いつだっけ、なんか、何か貸してほしいみたいな言われて、うん。貸したらめっちゃ気に入ってくれてた気がする。ねえ。なんか、ね、休憩時間もずっと来てうろうろ、先輩方の周り歩いてた記憶ある。うろうろしてたよね。いつでも、あ、いつでもレッサーパンダ来て？あるよ。え、マジ？うん。あ、でも、あの、夏はね、おすすめしない。めっちゃ暑いから、うん、あの、めっちゃじゃないけど、絶対夏にやったら汗だく。オフライン汗だくで、なっちゃうか。うん。でもオンラインおしゃべり会あるよね、ガッタファンの。そう、あるんですよ。7月かな。うん。もう半年以上ぶり。考えてるの？すごい。何も考えてない。え、ギャルギャルギャル。ギャル？え、結構ファンの方に好評なんじゃないかな、ギャルって、花江ちゃん。いや、そんなことない、多分。え、そんなことない。なんか、インパクトは強いから、初めて来た方に、うわ、すごい、何やってるんだろうっていうコメント、どうしたんですかみたいなコメントが来るけど、慣れてきたら別に、なんだろう、あ、ギャルやってるな、ぐらいの、なんかもう、皆さん慣れてもらっしゃいますよね、きっと。なんか、イベントの時もやってたよね。うん。版画を？そう。
こっちだけルールにして、ね、でも失敗して全然うまくできなかった。え、あれ失敗？あれで失敗？そうなの？めっちゃうまくない？うん。めっちゃ失敗した。なんかね、うん、今までやった時の方がもっと時間をちゃんとかけてやってたのに、うん、もう3、4回目だから大丈夫だろうとか思ってたら、うん、一番失敗して、ガッタガタ、なんか白いアイラインがガタガタの、うん、つけまつげ全然ついてないよ。っていう、事故ってた。本当に、あのね、花江が、オンラインの時に、ギャルメイクで、会場入ってきたのがマジで印象的で。花江がどうしたみたいな。そう、一番最初にギャルをやった時は、もう多分、衝撃が強すぎて、うん、あの、先輩方も、え？どうしたのそのメイク。そうそうそう、みんな写真撮ってたよね。私も写真残って。写真撮っていいってめっちゃ言われた。ね。花のギャル、え、なんか、ルアちゃんは決めてるの？オンラインこれやりたいみたいな。え、決めてない。え、レッサーパンダ借りようかな。え、全然いいよ。あ、いいの？うん。あの、尻尾は映んないけど、うん、頭は映る気はする。本当に？うん。いいの。できる、あの、だけ涼しいところの環境の時に。そう、そうだね。クーラーガンガン効いてるところで。うん、え、レッサーパンダ、じゃあもしよかったら。え、全然言って。そう、なんか3期さ、みんなそれぞれコスプレだいぶ持ってるから。うん。なんかさ、なんかそう、交換していきたいよね。うん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 。ね。みんなそれぞれいろいろ持ってそう。うん。あと、花江ちゃんの地雷メイクも大好きで。嬉しい。かわいい、あれ。え、ほんとに？うん。でもなんか、地雷メイクとこっちと半分でやったの。こっちだけ地雷だった。うん。こっちだけ、ん？こっちが地雷だったのか、そう。こっちが地雷でやったときに、こっち側のメイクが普段のメイクだったんですだけど、なんか気づいたらどんどんメイクが濃くなってるみたいで差が少なくなってた。気づいたら。あれ？みたいな。もうちょっとかなり違いがあったはずなのに、アイシャドウの色とか、それぐらいしか違いがわかんない。なるほどね。なんかでもさ、花江の、なんか地雷の印象がないからこそ、うん、なんか、系統地雷でも可愛いなって思って。嘘。嘘。え、本当に、地雷の服何でも持ってるから、全然貸すよ。でもさ、地雷系の服さ、めっちゃ似合ってるよね、そう。なんか、うわ？そう、私服結構地雷系のさ、多くない？そう、最近ずっと地雷かもしれない。え、そう。めっちゃ可愛い。いつでも貸すから、いつでも言って。え、嬉しい。ね、花江って早口言葉できる？全くできない。え、ね、ちょっと早口言葉対決をしてみたくて。え、いいよ。配信で話してた、うん。ちょっとファンの人からお題をもらって。うん。お、あ、なるほどね。やろうやろう。できたことない。ルアーも本当にないから、マジで。いい勝負になるかもしんない。ね、さっき負けたのがちょっと悔しい。本当に。ホイすらできなかったもん、ルア。え、でも時間あったら後でもう一回やろう。多分ね、もう一回やろう。リベンジ、リベンジ。うん、ね、あとなんかさ、指すまやりたいっていうのも言ってた、もしかして。指すまわかる？ 1 位とか2位とか。そう。せーの、1、2、みたいな。やつだよね。やっぱりさ、神奈川ってせーのなの？せーの、1？ 掛け声？うん。せー、一世のかせーのかな。はぁー、やっぱり違う。え、え、違うの？誤解だ、その言い方は。誤解の言い方だ。え、え、普通に。指すま1、指すま2とかなんだけど。なるほどね。でもまず指すまっていう言葉を使ったことがなかった。なんか、一世のおせって言ってた。この呼び方を？そう、これ、このやろうみたいな。友達とやることはまずなかったから、親とはたまに、なんか飲食店行って、待ってる時にやってたけど、うん。せーのやろうとか、いっせーのやろうって、お父さんがやってくれたら、一緒にやってたけど、指すまって、使ったことなかった。なんやて
テイが出ました。え、何やテイ。そうなんだ。指スマ1、え、指スマやろうぜって感じだったんだけど。え、結構友達ともやってた？うん、めっちゃやってる。今でもよくやってるかも。そうなの。うん。え、周りの友達、多分全く誰もいなかったから親としかやったことない。本当に？うん。こう。早口言葉のお題が来てない、何も。いや、わかる。それな、ルアも何も来てなくて。あれあれあれ、この部分だけ配信されてなかった。遠慮せずに何でもコメントを、うん、何でも何でも何でもいいよね。うん。じゃあ指つま合わないかもね。一線の多い。一線のが多いかも。あ、でもそうだね。一線の性の人いるね。ルアも。え、でも指つまってさ、何の略なの？え、そう思ったんだけど、なんか、うん、なんかどうやら、うん、スマップさんのなんかテレビで、それが、そういうこと？そう。そうなの？発掘されたというか。なんか全然想定外の。え、そうなの？私もなんか分からず指スマって言ってたから、そう、今日知ったの、それを。そう。なんか、スマッシュかなんか、スマッシュ。スマッシュ、スマなんか、スマッシュブラザーズみたいなゲームなかったっけ？スマブラね。そう、スマブラって言うから。そう、なんか、戦うのあるから、指でやる戦い。なんだろうって、その考えはしたことなかったわ。そう、なんか、その番組で、できたらしくて。でも私も、生まれた時から指スマだったから、あ、そうなんだ。そう、生まれた時から私は指すまって言ってた、もう。そうなのね。なんかだから、じゃあ文化とかなんか地域とかじゃなくて人によるのかね。いや、どうなんだろう。なんか他にさ、そういう地域で違う呼び方とかあるかね。うん、なんだろう。なんかさ、でもあっち向いてホイもさ、それこそ違うとこありそうじゃない？確かに。あっち向いて、ソイみたいなね。ソイ大好き。ぽい。ぽい。いや、ありそう。ありそう。いや、あるかな。あ、なんかさ、なんだっけ。あんたかったどこさんみたいな。あるじゃん。あんたかったどこさ。ひっこさ。ひっこさ。熊本さ。熊本どこさ。へっこさ。みたいな。へっこさ？先輩さん。これ、歌わかんないかも。なんかめっちゃこれが地域によって違った気がする。そうなの？なんか、そもそも言葉があんたがったどこさ、あんたどこみたいな、そもそも言葉がよくわかってないから。あれはもう。自分がどこにいるかもわかんないけど。うん。でもなんか違った気がする。そっか。でも普通に歌ってたかも、それは。大丈夫。ケンケンパーとか普通にケンケンパーやってた？うん、ケンケンパー。ケンケンパー、ケンケンパー以外ないか？うん、あ、待って、これだ、グーパーじゃんけんだって。あー、グーロっていう。グーロパ、グーロパって言ってる。え？違う？初めて聞いた。グーロ。グーロしようって言ってんだけど。違うの？グッパーヤスとか。え、なんて言った？え、全然違くない？え、グッパーヤス、グッパーヤスみたいな。か、それか、このグッポ、グッとパーで分かりましょうみたいな。あ、チョキだ。分かるかも。なるほど。グーロ？グーロです。ロはどこから来た？わかんない。グーロパ。すごい。これも、それか、違うのが。なるほど。初めて聞いたわ。ね。ルアも初めてだ。他に、グッパージャス？ジャス？すごい。でも、そもそもの普通の言葉でも、うん、なんか自動車学校？なんかなんだっけ、
なんかさ、茶香って言わない？言わない。言わない？教習所。あ、本当に？え、教習所とかじゃない？とか。え、そう。なんだろう、あと。でも私も、教習所とか、あ、社学、社学、うん。自動車学校とか、なんか言ってたんだけど、新潟の方は、社学か社交かなんかで言うって、めっちゃ見て。最初聞いたときは、社学とは何ですかっていう、ハテナだったの。なんか、ゆうなちゃんかな、なんか、新潟来てすぐぐらいに、なんかたまたま話してたら、社学が出てきて、社学って言葉が出てきて、うん、社会に学ぶ？なんか社会を学ぶのか。確かに社学だね、それは。うん。まさか自動車の社が取られてると思わなかった。確かに新潟は社学って言うかもしんない。社学は初めて聞いた。マジ？うん。社交はやったことないけど、社学は、そう。よく聞くね。え、それ新潟限定なのかな？もう新潟だけ？でもなんか、結構全国バラバラだった気がする。どうなんだ。調べたことあるんだけど、なんかね。調べた？うん。自動車校とか、うん、教習所、自動車学校、社交、社学。なんか本当に地域によって様々で面白かった。へえ、そうなんだね。すごい。でもまあ、教習所とも、教習所でも伝わるけど。うん。確かに。社学かもね。自動車学校。自動車学。社学ここの、前半の最後と後半の最初をくっつけました。そうそう、ベルちゃんみたいな感じ、ベルちゃん。ベルちゃん。イソベルベル、あ、ベルです。そう。てかさ、ベルちゃんってさ、呼んでるサンキいなくない？確かに。ルアかもね。たまに萌えがベルちゃんって言ってくれるけど。うん。あれ、花江はルアちゃん？だいたいルアちゃん。そうだよね。そうそうそう。リリカも、やっと、磯辺さん呼ばわりが、なくなって、やっと。やっと、磯辺さん呼ばわりが。ルアちゃんです。最近やっとルアちゃんになりました。でも、そうなの、リリカも花江ちゃんって言ってる。うん。リリカちゃんって呼んでる。でも、違和感あるって言われる。なんか、リリカちゃんのことを、みんなリリカ、リリカって呼ぶから、リリカちゃんって呼ぶと、うん、あ、リリカちゃんみたいな。確かに、リリカ、なんか3文字はね、呼び捨てしやすいんだよね。だから、花江ちゃんも花江って言ってる。え、どっちがいい？呼び捨てか、ちゃんか。うん、でもメンバーだったら本当に、それぞれ好きなように呼んでくれたら。本当に？何でもいい。うん、じゃあ、ファンの方からは、うん、なんて呼ぶんだ？やっぱり、花、にゃん。絶対やだ。もう、待って、ちょっと待って、メンバー何でもいいとか言っちゃったよ。嘘ついた。ダメ。メンバーそれだと花にゃんって言い出す人がいるから。ダメ。絶対はるか言う。もうダメ、ダメ、ダメ、ダメ。メンバーは、はい、花江ちゃんが花江の好きな方でご自由。そうね、どちらか一つね。ファンの方は、一応推奨は花江ちゃんだけど、うん、でもどっちもいる花江っていう方もいるし、でも意外と花江ちゃんの方も多いし。なるほど。なんか、ニックネームがない。ちゃんをつけるか、そのまま。そうだね。なんか、公式のニックネームにもさ、花江ちゃんって書いてあるしね。そう、書いてある。なんかさ、ニックネームとか、今後変えたくない？ホームページの。え、わかる！ベニッペとか何？みたいな。あと、みんなのさ、みんな書いてあるのが、初期のから、1年半以上経って変わってないから、それ誰が呼んでるんですかっていうニックネームが書いてある。わかる。わかるわかる。ルアシを追加したいんだよね、ルアは。なんか、夏希ちゃんがこのとこにさ、にゃんで。なんか、ナツリンって書いてあった気がして。誰も呼んでない。ナツリンやばい。ナツリンすごいよね。逆に NG、NG でその、
ところの枠を作りたい。NG、ハナニャン。なんでそんなにハナニャン嫌ってるの？え、なんか、ずっとニャンニャン言ってる。本当に。うん。恥ずかしいし、あの、はたから見たときに、え、この人大丈夫かなって思われる。あれ、初見さんの方とかにね。なるほど。うわーって思いそう。それはないと思うけど、でも、好評なイメージなんだよね。でも、いつ冬眠から解放されるの？全く予定ない。全く予定ない。うん。もう今後一切やらない可能性も全然ある。ね、やばい、それは。なんか、おしゃべり会でたまにリクエストされたら、その時だけやってるけど、でもそうじゃなかったら本当に、なんかショールームイベント、今回の時に久しぶりにやったけど、それの前が前回の参加したショールームイベントなの。イベント限定だったりするかもしれないっていうね。そう、最初に花にゃんが生まれたのがショールームだったから、うん、ショールームではたまにやってるけど、なんかそれ以外で自分からやるメリットはないし、メリットしかない。メリットだよ、メリット。え、だってもう二十歳なの。二十歳なの。いや、いいぞー！てか、花、誕生日がもう少しだね。もう少し。でもまだあと3、4ヶ月ある。4ヶ月。もう少し。もう少し。え、でもルアちゃんもう花のセブンティーンだもんね。そう。セブンテインです。セブンテイン。テイン。21歳かな、花にゃんは。ハナニャン？うん、ハナニャンって言っちゃった。ハナニャンは21歳だにゃん？やだ！絶対やだ！え、あのね、今ね、スタッフさんからハナニャンって呼ばれてんの。え？待って、スタッフさんにも？え、それはやっぱりさ、ニックネームを変えるべきなんじゃない？うん、定着したってことだよ。もう、一日も早く、時が流れて忘れ去られてもらうしかないの。一日でも早く。え、そう。なんか、あの、配信してた時に、あの、もちろんファンの皆さんに向けて言うのも恥ずかしいけど、これをメンバーとかスタッフさんが見てたら恥ずかしいって言ったら、見てるにゃんってコメントが来たの、スタッフさんから。もう、やばいよね。冷や汗。もう暑くて暑くて、もうちょっと本当に消えたかった。だからなんかさ、自分の配信を見てもらってるってちょっと緊張するよね。うん、そう、配信本当になんか素で、なんかその時思ったことを喋ってるだけだから、恥ずかしい。うん、なんかその、連絡してくださった方お一人かなって思ってたら、一緒にいる、何々さんと何々部さんもと一緒に寝てる。恥ずかしい、それは。今すぐそれは切りたいね。もう消えたい。消え去りたい。本当に、もう、一番暑くて、もう、その時暖房つけてたんだけど、急いで、やばい。暑すぎて、もう。え、じゃあ、スタッフさん公認ということで、あれじゃない、もう、コールも、花にあんでいいんじゃない？やだ！でもうちょっとで初日じゃんだって。え、そうだけど。マックスでさ、鼻にゃんで。やだ、絶対やだ。マックスとかでさ、鼻にゃん。絶対やだ。じゃん。にゃんいないもんだって今、大人で。レイニアさんがいらっしゃる。にゃん、にゃんじゃないけど、にゃーだから。にゃー、確かに、あ、ちょっと紛らわしくなるか。そう。うん、もう、レイニャさんのイメージだから、うん、私が話してるからもう。え、でもコール楽しみだね。普通に、花にゃんじゃなくて、コール。でもそう、あの、先輩と一緒に出る公演も初めてだから、先輩のファンの方のコールは、もっと熱いのかなっていう。緊張する？29日。え、めっちゃ緊張する。え、緊張する？え、
出れないのが本当に悔しいけどさ、絶対 DMM で見るね。え、嬉しい。楽しみにしてる。楽しみ。でも一緒に出れたらいいね、なんか。そう、出たい。うん。花江のさ、ユニット楽しみなんだけど。ユニット本当になんか、なんかかっこいい曲とか、かわいい曲とか、セクシーな曲とか、うん、3期生の公演じゃなかった曲ばっかりだから。確かに。うん。なんかでもその分難しい。表情が、なんか笑顔かそれ以外かになっちゃうの。うち、二択になっちゃうから、うん。笑顔じゃない中で、かっこいい、大人っぽい、なんだろう。なんか、差がつけられないのが、悩み。ああね、確かに。なんかさ、パーティーは、なんか、かっこいい、なんかセクシーな曲とかもありつつも、なんかフレッシュがね、やっぱり、あったよね、もう曲自体。やっぱりもう、初めての公演だから、とにかく元気に、短期生の勢いをみたいな感じだったから。でもそのスタンスでいいと思う。そうかな。うん、でもね、気づいたらもう54分なの。あ、本当だ。やばい、スクショタイムしよう。スクショタイム、なんかやりたいことある？10時までだから。版画をやりたい。あ、いいよ。ちょっと待って。同じぐらいの大きさにする。私が近くなるね。あ、ほんとに？うちもちょっと下がって。あ、待って。もっとこっちだ、これ。どれぐらい？あ、高さが違う。うま。ほう。いけてる？ん？ん？でもよくね、見てたの、コラボ配信のみんながやってる、こういう反応。ほんとに？初めてやった。いいんじゃない？いそうな顔かな？ありがとう！意外と、なんか、普通の顔だったかも。本当に？うん。ありがとう、ハンガオ。あと何がいいかな？なんかある？あ、ニャンシュ。スクショだけだったらいいでしょ、ニャン。ニャン、ポーズ。あー！ポーズだから。ニャン。ありがとう。あと何？なんかさ、ルアちゃんのさ、猫の手のやり方がめっちゃ可愛い。あ、え？こう。こう。かわいい。肉球。え？ちゃんと肉球。うん、ただの具。ただの具。めっちゃかわいい。確かにちゃんと肉球にするにはこういう。これどうにゃん？うん。ぜひやってみてにゃん。むずいわ。なんか、ベルポーポーズってあったっけ？これで、こう、目を見開く。いける花にゃん。大丈夫？あ、いける！いや、ありがとう！目の見開き具合がすごかった。いや、全力で。ハートしよう、ハート。あ、ちょっと待って、どこだ？お、あ、難しいね、忘れるの。オッケー。ありがとう。ありがとう。楽しかった。待って、あっという間、またしようね。うん。ごめん、そう、うちがちょっと、だいぶ遅れちゃったから。全然。お疲れ様だ。結局、あれもやってないし、指すまもやってないし。指すまやってない。あの、なんだっけ、早口言葉もやってない。やってない。次やろうね、絶対。そう、約束。やろう。また、予定立ててやろう。うん、なんか意外とあっという間で。そう。そう。全然今日は、あの、予定がなかったら2時間でもよかったぐらい。わかる。また予定合わせて配信しよう。うん、しよう。ありがとうね。はなにゃんの、いつも壇上読むのは、確か、スクショしてるよね、スクショのポーズ。でもね、スクショタイムとはしてなくて、適当に一緒にポーズも読みながらやってるから、その中で、撮りたかったら撮ってね、スタイルな。あ、そうなんだ。じゃあいいよ、やって、やって。私もじゃあポーズしてるから。本当に、あ、いいよ。特別バージョン、ルアちゃんがポーズしてくれる。なんていいスクショ、スクショ。よし、1位から読みまーす。そう、1位から読んじゃう、いつも。あ、いいよ、全然。なるほど。1位、
ライスちゃん、花だけありがとうございます。花ポーズしてくれてる。2位、たかしさん、ありがとうございます。3位、さんそんさん、ありがとうございます。すごい、ポーズのバリエーションが可愛い。4位、フロゴラバーさん、ありがとうございます。5位、ジェイジェイかっこ鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。6位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。可愛い。7位、ジェイスターさん、ありがとうございます。ちょっと待って、時間やばそう。8位、ムサボーさん、ありがとうございます。9位、星の鼓動は愛さん、ありがとうございます。10位、エヴァさん、ありがとうございます。アセトーさん、ありがとうございます。12位、リエチャンズさん、ありがとうございます。13位、富谷さんと花吉さん、ありがとうございます。あはは、ありがとうございます。ちょっと途中からよくわかんなくなったポーズが。じゃあ、行きますね、ルアン。ありがとうございます。13位、シジュカラシ、ありがとうございます。12位、カズチャマシ、ありがとうございます。11位、ドスドスサンドのアザラシクジラシ、ありがとうございます。10位、ヒロシ、ありがとうございます。9位、カキヒコシ、ありがとうございます。8位、ヤマダのピクチャーシ、ありがとうございます。7位、アツオシ、ありがとうございます。6位、ゴダユーサクシ、ありがとうございます。5位、ハル507シ、ありがとうございます。4位、プロゴルファーシ、ありがとうございます。3位、ポンポンシ、ありがとうございます。2位、アイスラストマイルシ、ありがとうございます。そして1位は、チャカ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 、ポイ！絶対の足です！ありがとうございます！ありがとう。あ、30秒だ。ごめんね。今、ルアが10時までだから。うん。ねえねえ、ありがとうね。ありがとうございました。皆さんもありがとうだね。ありがとうございました。皆さん来てくださって。ありがとう。ありがとうございました。また配信します、きっと。ねえ。これも配信。あ、そっか。またしようで。ありがとう。私も。ありがとう。またね。バイバーイ。切ります。